赤尾帯帽子インコは、オウムメインコ科に分類される鳥類。アメリカ合衆国固有種全長29センチメートル。上面が緑色、下面が単緑色の羽毛で覆われる。頭部や肩羽、胸部を覆う羽毛の外縁は暗色で輪状に見える。額は赤い羽毛で覆われる。目の周囲には羽毛がなく、白い皮膚が露出する。虹彩は褐色。くちばしの色彩は紅白色。口歯の色彩は淡灰色。標高200から600メートルにある湿潤林に生息する。ペアもしくは小規模な群れを形成し生活する。食性は植物食で果実、種子、樹皮、葉、花などを食べる。繁殖形態は卵生。2から4月に地表から 4.5 メートル以上にある軌道に2から4個の卵を産む。抱卵期間は約26日。開発による生息地の破壊、害鳥としての駆除、ペット用の乱獲、人為的に移入されたネズミやオオウロコツグミモドキによる卵やヒナの捕食、オオウロコツグミモドキやミツバチとの営巣場所の競合などにより生息数は激減した。さらにハリケーンによっても生息数が減少した。以前はプエルトリコ全域だけでなく周辺の島嶼にも分布の様々な環境で生息していたが、プエルトリコ東部を除いて絶滅した。生態調査、飼育下での繁殖及び飼育下繁殖個体の再導入、巣の改造、競合相手や外敵の駆除などの保護対策が行われて、生息数は増加傾向にある。1500年代に生息地がヨーロッパの植民地になる前には100万羽が生息していたと推定されている。1493年における生息数は数十万羽、1937年における生息数は約2000羽、1950年代における生息数は約200羽、1975年における生息数はプエルトリコのエルユンケ国有林に住む13羽のみとなった。このため1973年、米国魚類野生生物局は赤尾帯帽子インコの初の飼育繁殖施設を設立した。野生の個体数が極端に少なかったため、研究者たちはハイチやドミニカ共和国に比較的多く生息する近縁種の耳黒帽子インコを持ち込み、ヒナの育ての親とすることにした。ところが、同種の成長と接する機会を持たなかった飼育下のインコたちが新しい方言を使用するようになっており、野生への再導入において言葉の壁となることが懸念されている。現在ではヒナを育てるのに十分な赤尾帯帽子インコがいるため、耳黒帽子インコを育ての親とすることは中止されている。1989年における生息数は48羽まで回復したが、ハリケーンによって20から22羽まで減少。1992年における生息数は39から40羽、1996年における生息数は48羽と推定されている。2006年にはインコのグループはエルユンケ国有林和の飼育群、リオアバホ国有林の飼育群と再導入群、エルユンケ国有林の元々の野生群の4つにまで増えた。しかし2017年、ハリケーンマリアの襲来によって、エルユンケ国有林の野生インコの群れ約50羽は全滅したため、2020年初め、この群れに代わる約30羽の飼育群がエルユンケ国有林に放たれた。2020年の生息数は600羽以上にまで増えている。ありがとうございます。